田中康夫 YouTube 公式チャンネルだから言わんこっちゃないボリューム575、学校教育の一環 VS 高校野球の精神、 3.11 8年後の大船渡高校問題、カインカッコ逆スケジューリング、カインカッコ閉じすら忘れたダメダメジャーナリズムの痛さを一刀両断、おまけ笑い吉本興業その後と題してお届けいたします。前回574で、根性論 VS 合理論が飛び交う大船渡高校、監督判断の是非以前に、カインカッコ佐々木を潰すな、同調圧力の空気に潜む、カインカッコアスリートファーストとはかけ離れた一攫千金発想がなぜ語られないんだと題してお届けいたしました。多くの皆様からこれに関してコメントを頂戴いたしました。そしてご存知のように、田中康夫、やし田中康夫はですね、日本高校野球連盟って言うんでしたっけ、日本高野連と称するですね、日本高校、公益財団法人日本高等学校野球連盟、ちゃんと日本って言えよって、お札には日本って刷ってあるのに、正式名称が公益財団法人日本高等学校野球連盟。まあね、いろんな団体も公的団体も日本って言ってるところと日本はあるんだけど、これこそ閣議決定で日本にしろと、まかりならんぞってやってこそ決められる政治なんじゃなかろうかと思いますけれどもね。この高野連からご存知のように、いやいや大変ご迷惑をおかけいたしました、以後お互いに気をつけましょうという詫び状をもらったという、おそらく唯一無二な人物がヤッシーなんでございますけど、これはあの後半で、おまけ吉本興業その後のところのあたりでですねお話をしたいと思いますけども、前回のあの、回で ご存知のようにですね、けんけんがくがくと申し上げたのに対して、あの本当に冷静に的確ないろんなご意見をいただきました。まあご存知のようにですね、カンカンガクガクと、カンカンガクガクというのは大いに議論するときに使うんだそうでございます。カンカンガクガクの議論がなされたみたいな。でこれに対してケンケンゴーゴーってのは、多くの人がですね、おのおの、まあ、自分の意見を言ってやかましい時に使われるんだそうでございます。でこの言葉を両方合体しちゃったような、超合金ロボットのようになってしまったのはカンカンガクガクと。ウェブリオ辞典ではあのなんか実用日本語表現辞典の中で、けんけんごうごうとカンカンガクガクという別々の言葉が混ざった誤った表現、誤ってんだやっぱり、実際に使われる場合には多くの人が集まってうるさく議論するといった意味合いで使われることが多いというので、けんけんごうごうは何でしたっけ、けんけんごうごうは大いに、けんけんごうごうはまあいろんな人が百花聡明いろんな意見を言ってうるせえと、からカンカンガクガクは大いに議論をすると、万機公論に決するみたいなもんですかね。でも考えてみれば、流れに差を指すなんて言葉はもう全く本来の意味とは違う真逆の言葉がとして使われるようになってしまってですね、流れに差を指すは食い止めるみたいになってるけど、本来流れに差を指すのはもっと早く行くためにやるという意味なわけでございますからね。こうやって考えると別にけんけんがくがくも早くなんか国語審議会だか文部科学省は決めればいいんじゃないかと思いますけど、まあ一応その前なのでということなので、大変ご迷惑をおかけしました。でも本当にあの多くのコメントを頂戴しております。で今回ですね、前回のあの中で述べたこと、その後ずっと私が感じていたのはですね、スケジューリングなんですよ。だってね、一応高等学校の高校野球に出たんでしょ。出るってことはその参加をするってことにサインをしてるわけですよ。でここのところずっと言われてるのは、これも学校教育の一環なんだとか言ってる人たちがいて、学校教育の一環なんだから、教育ってのは大体学習と違ってですね、押し付けな言葉なわけでございまして、こういう時に不用意に教育って言葉使うんじゃないよって感じでもありますけれども、学校教育の一環だからその先週ファーストでいいんだというご意見がある。でそれに対して張本さんのような意見は、あの高校野球の精神と
あるいは野球の精神ということなんて時代遅れだみたいなことを言う人たちがいるんだけど、そうかなと。いや、そもそも議論のところで、そのなんとか佐々木さんとかなんとかっていう浩輝君とかっていうあの投手が立派だとおっしゃるかもしれないけれども、高校野球っていうフィールドのところに出たんですよね。そして他の学校にも行ってもよかったけれども、津波の起きた大船渡の自分の家から歩いて帰る学校に行ったと。そしてそこの人たちもみんな高校野球に出たいと、この甲子園で応援するのを夢見てたという地域の人たちもいるわけですよね。でそうするとね、一番大きな問題は、じゃあ高校野球 の試合の各都道府県での試合のスケジュールというのをもうちょっとどうにかしろよっていう議論になるならまだ分かります。でもそれもすぐには変わらないわけでしょ。高野連がとんでもねってことは後半申し上げるけど、ということになると、だって皆さんが大学の試験を受けますという時に、まあヤシの頃は一期校二期校だけど、受ける時に、あるいは中間テストだってそうですよね。その日に向けて皆さん逆算して歴史の教科書丸暗記するために、最初は1日5ページ読めばいいってのがだんだん7ページになって、最後は20ページだったので、最後はもういいや、どうせ必ず出るから文化のところで誰が志賀直哉が書いた小説は丸暗記しろみたいな。でもこれもいい意味での逆算のスケジューリングですよね。でそうすると、仮に都道府県の大会で岩手県の大会の決勝まで行く、そして決勝はいつだって日にちは決まってるわけでしょ。中1日中2日かどうかってのは、その準々決勝の時とか、その準々決勝の時の当たり具合で中2日になったり中1日になるかもしれないけども、分かってるわけでしょ。とこの監督は逆算をして、佐々木投手を使うならばどういうふうに登板させていくかってことを皆にあらかじめ示して、そして皆の選手もナインだけじゃなくて他のチームの人も納得するってことが必要だったんじゃないんですか。皆さんが、私だってそうだ、個人で受験するときに逆算逆スケジューリングってするでしょ。皆さんの仕事だってそうでしょうよ。プレゼンの前、あるいはどっかで店をオープンするって時に、最後は徹夜で展示並べるかもしれないけど、逆算するんじゃないんですか。じゃあこの監督は逆算ができてたんですかっていうことなわけであって、他のチームだって逆算できてないかもしれないけど、みんな全国津々浦々そういう形で監督とかチームは試合に向かっていくんじゃないんですか。ちょっと私、この監督をみんな美化しすぎなんじゃないかと思うんでございますですよね。いや、甲子園に行って1回戦で勝てるかどうかかなと思ってたのが、2回戦も準々決勝、準決勝、決勝まで行っちゃったとかいう場合には、だからこれは皆さんだって、最初この間の例の 秋田の、農業高校にしたってですよ、いやバス代どうする、宿泊費どうする、みんな寒波くれみたいな具合になってったかみたいな、それは出たとこ勝負とは違う意味で、甲子園に行ったらどこまで行くかってのは分からないかもだけど、少なくとも県の大会において大船渡高校は決勝まで行くぞという形で逆算してスケジューリングするべきだったんじゃないんでしょうか。このあたりのことがちっとも議論されてないってのは、私はすっごい不思議でしょうがない。政治や経済の議論がですね、相変わらずな具合だけじゃなくて、どうもそうなってんじゃないのかなというふうに思います。ですから、このことをですね、当然やってしかるべきだろうって言ってたっていうのがね、よくわからないんだよね。だから監督が出した決断には賛否両論あるでしょうが、あくまでも教育の一環であって、書いてくださってる方がいるけど、教育って一体何なんだと。張本さんのような意見は現代では統計を受けられないっていうけど、これはFCCJ の外国、日本外国特派員協会の理事をやってる神保哲郎さんも、まあ野球が詳しいんだそうで、私も知らなかったけど、いろいろおっしゃっていたけど、でもね、ちょっとここで考えていただきたい。それとね、もう一つは、あの監督が皆さんご存知、筑波大学の体育専門学部ってとこですよね。でそこからアメリカの独立リーグに行ったと、盛岡一高からと。でこのこと書いてらっしゃった方がいて、 TT さんって方、これすごいなと思うんだけど、
高校時代に有名だった選手を各競技でガンガン集めてる、まあ、筑波の学軍だということなんですよね。国立では唯一と言っていいこと、まあ、それはだからスポーツの、ものは別私立の学校が、とにかく早稲田でも慶応でも学力とは別の意味で体力というところで取るというのはあるわけで、筑波大学も体育専門学軍って、なんか学部じゃなくて学軍なんですけど、はもうそれは結構だよ。でもね、私ね、すごく記憶にあるのが、私が大学受験の時に一人筑波のこの体育専門学軍を受けた同級生がいたんですよ。で、彼はその後高校の体育の教師になりたいと思っていたので、本当にね、まあちっちゃい頃だけど高校時代にみんなが本当にこいつ人格者だし、そのチームワークの中でもいい指導しそうだよねってみんな言ってたので、それなりに松本深志高校の中でスポーツもできたやつだったんです。でも彼は怒っちゃったの。なんで怒ったかっていうと、筑波の体育専門学軍というところの実は体なのに頭でっかちなような教師たちは彼が優勝してなかったからなんですよ。準優勝かなんかだったんです。確か柔道だったかな、彼は。その県の大会とか、まあ、あの松本のある中心地区の大会とか。で、そうするとこれはまさに数値的なアルゴリズムの発想になっているわけなんですよ。で、本来のその彼を面接でも見抜けなかったのかどうか知らないけど、多分学校の先生も彼に関しては書類の中で本当にあの体育の指導者としてふさわしいものになりそうだってことまで多分書いてたと思うんですね。先生が当時ぼやいてましたから。でもそれが単にさあ勝負というのは1回かもしれない。まぐれで東京大学通っちゃうやつもいるし、本当に寸大高等予備校で成績が一桁台であっても東大に落っこっちゃう人もいるから、ここ一番って時はあるのかもしれません。私の机の横に座っていた大変に優秀だった岐阜高校の女の子はですね、その前日にお母さんが上京してきて、浪人の時、じゃあ、 明日は、受験だから二次試験だったのかな、スポンを食べましょうって言ったら本当にジンマシンが出ちゃって、それで、二浪する形になっちゃったっていう大変優秀だった方がいたりする。それはそういうもんかもしれない。だけどこの人間は、この監督は分かってたのかな、逆スケジューリングがっていうことです。そしてですね、その大学のスポーツで優勝するということの中にですね、そうした、数値的なことばっかり考えているような人間が筑波大学にいる。そしてこの方、筑波大学からアメリカ独立リーグに行っちゃったわけでございますからね。独立リーグに行くっていう感じのところで、彼はやっぱり前回お話したように非常に頭の中がスタックしていたんじゃなかろうか。それは同時に、この金の卵を潰すなみたいなわけのわかんない人たちが、地域の人というよりもむしろ東京とか大阪とかそういうところから、関東とか関西からやってくるようなうぞうむぞうな方々が潰すなと言ってた。でも原点に戻れば、まあ、学校教育であろうが高校野球であろうがへったくれもなくですね、その高野連の試合に出たんですから、それは逆算して県の決勝大会までの間にどういうマンニングで行うのかっていうことを示すのが監督だし、あるいはそれを選手たちにも伝えるってことが監督だったんじゃないんですか。ということで、私はですね、この方は本当に、盛岡一高を出た筑波大学体育学軍に入った頭でっかちな方で、同時に筑波の、まあ、私の父親も、まあ、筑波の前身の東京教育大とは縁がありますけれども、筑波の体育学軍に至るまで頭でっかちな、ほとんどなんかですね、困った講談社の現在のですねサラリーマン経営陣と似たか寄ったかのような状況じゃんじゃないかなという気がいたしております。で、ご存知のようにですね、ヤッシーは2001年、これ日刊スポーツが書いたんですよね。田中康夫長野県知事45歳が2001年8月13日日本高野連から下院学校注意を受けたって書いてあるんですけども、注意なんか受けてねえんだよ。トレードマークとしてヤッシーの着ぐるみを着た2人を帯同、この1人は菊池成吉さんのラジオの番組にも一緒に出た青年でございますけどもね。で、今後着ぐるみの入場を認めない方針って、じゃあそれまで着ぐるみは認めてたのかよと、着ぐるみに関して想定してなかったってことでしょ。
でこの時皆さんご存知のヤッシーの着ぐるみを着た2人が来て、この塚原星雲高校っていうのが勝ってってですね、スタンドからは田中田中というコールも起こったって書いてあるので、兵庫県の高校に8対7で勝ったんですけど、でそこでこれ東京じゃ日刊スポーツすごい書いてんだよね、今回は公費ではなく自費で来ました、17人で、そうの17人だったの、17人でグランド整備やバットの出し入れをする塚原星雲高校、管理野球とは無関係の学校が甲子園で1勝したことは勇気を与える、21世紀の高校野球のアンチテーゼになる神学校閉じと話キットについた。ところがその後これ日刊スポーツの記者がいいんですかって言いに行ったんですよ。でこの高野連の当時の田辺和弘事務局長55歳はアルプス席での応援は学校のクラブ活動の延長とみなしている、チアガールの服装はクラブ活動の延長なので OK、 着ぐるみはダメ、着ぐるみの人は脱いでもらうかお一人願うよう応援団の人に伝える今後と話した。わけわかんないこと言ってるんですよね。でその後でだから東京その日刊スポーツに田中知事の話で電話かかってきたんだ。で学生服やチアガールはよくてなぜ可愛らしい着ぐるみがいけないのかって、着ぐるみ禁止は高野連の注意事項にはないというが、その注意事項になかったんですよ。ならば誰がいかなる根拠でいつ判断を下したのかと、しかも現場で複数の高野連関係者と言葉を交わしたがそういう指摘はなかった。そうだよ、だって2人の高野連の理事っていう人が横に座ってたんですよ。でご存知のようにもう何度もお話してる東京ペログリ日記にも書きましたけど、いやー可愛いですね、うちの孫に見せたいので写真ちょっと一緒に着ぐるみさん写真撮ってください、ヤッシーでしょっつって写真撮ってたんですよ。ってことを私は東京に帰った後ですね、これも全部自費でございますから、で当時の TBS のアクセスというTBS ラジオもナイツのチャキチャキ大放送に出ておりますけども、まあ、その他が全国放送の朝の時間もなんかもうほとんど DHC のですねネトウヨ放送のような具合になってきたと。で午後の時間帯もレーティングが良かった、番組がですねなんかレーティングをあえて下げるというインパール作戦になっちゃってるので皆様ご心配なさってるようでございますけれども、文句があるなら直接言ってほしい、弱い立場の高校を通じて試合後に一方的に、あ、そうそう、高校を通じてこの塚原星雲高校を通じて僕に言ってきたんですよ、一方的に言うなんてそれがスポーツマン精神というならば残念極まりないというヤッシーのコメントも載ってんのだけど、まあその前にですね第一歩速報を日刊スポーツが出したんだよね。でそれを東京でアクセスで出るところに行ったらなんか田中さんがなんかこんな速報が出てますよって言うんで、アクセスの中でおいらは横にいた理事2人が可愛いね孫に写真見せたいんで一緒にヤッシーと写真撮らせてよと言ってたよってのを言ったらですね、翌日のこの日刊スポーツ14日にはヤッシーのコメントも載った上で、今後はダメだって言ってたんですけど、高野連の方がその後いらっしゃってですね、お互いにいろいろと一方的な齟齬があってご迷惑をおかけいたしました、以後お互いに気をつけましょうっていう詫び状というかそういう弁明書を高野連からもらったというやし、これどっかにあるはずで探しておくと言ったんですけど未だに見つかりません、すみません。まあ明日くらいには、PDF にしてですね、ペログリ日記の部分を貼っておこうと思いますけど、いずれにしても逆スケジューリングができなかったってことでこの監督はあえて申し上げれば言ってよしなんじゃないんですか。そして地元の人たちの甲子園に被災地から出てほしいと思っていた気持ちをですね、いやそれよりも高校野球の精神なんかおかしいぞって言って学校教育の一環だって教育と学習の違いもわからないような人たちが言ってるってのはへそ沸かすよねって感じかと思います。おまけとしての吉本興業その後でございますけども、なんか三浦瑠麗瑠様まで入ってのなんか、ところでエージェント契約を日本初でやるって、もうあの場でみんな平場から話してるんじゃなくて、もちろんそれも誰が作ったのか代理店が作ったのか事務局ってあるのかよく分からない、それを単にシャンシャンと審議会の委員なんてのはそういうもんでございますからね、三浦瑠麗様が入っていたってのはお笑いっていう感じでございますけど、利益相反そのままですけども、でも
日本初ってそんなに威張れる？俳優に関してはそういう事務所いっぱいあるわけでしょ。でしかも吉本の人たちが現場の社員の人もあるいは吉本三国物語のような具合になってて、もうブラックの過労寸前っていう、過労はもう過労状態か、過労死寸前という方々、あるいは所属されてるタレントの人たちもエージェント契約したからって他で仕事取ってきた時にまたそれいじめられるんじゃないかって言ってるわけでしょ。だそれはやっぱりね、ホリプロとかね、渡辺エンターテインメントのような近代化、良くも悪くも近代化してない未分化のところがですね、責任者出てこいの責任者が会見も未だにしないでですね、そしてなんか利益相反のような団体で日本初のエージェント、それをまたまたあの鬼の首取ったじゃなくて、もう主勲章のように各メディアってのはですね、スポーツ紙だけじゃなくて一般紙ってのは、私ははっきり言って本当に言ってよしなんじゃなかろうかと思います。吉本がこのまま本当に大阪インパール2025のですね、万博を担当されるのかどうなのかよく分かりません。いずれにしても大阪万博記念公園を指定管理者で10年間無料でやった、その他の名だたるところが出した3社くらい出たんですけどね、そこは全部そりゃお金取るでしょうよ。その金額というよりも中身のはずなのに、ここでもまさに係数的評価で、金額0円だから10年間万博公演指定管理者タダでやってくれるありがたい吉本ってこと、そんなものは2025の方の埋め立て地でやる方で採算取れると思い込んでるからなわけであって、この辺は本当に富士通の昔あの、コンピューターを自治体に入れるのに1円入札と1円で取ったけれども、その後はずっとメンテでお金取っちゃうっていうのと同じブラックをやってるってことでございますからね。まだまだ2点3点東スポあたりはですね、大崎体制の完全勝利なんて記事書いたけど、東スポお前らがそれ言うかっていう感じでございます。ということで、学校教育の一環 VS 高校野球の精神、 3.118 年後の大船渡高校問題、管理学校逆スケジューリングすら忘れたダメダメジャーナリズムの痛さを一刀両断、おまけ笑い吉本公務、その後お届けしました。